ですか。これ炭酸。炭酸水ですね。うん、はい。じゃあそちらも少し。やっとあれだ、この終わったな、終わるとアワーの。私もでしたか。うん。でもあの移り変わりゆく景色ってすごい綺麗ですよね。うん、景色。この景色がいいからこう来てるだもんね。見てるだけだとなかなか気づかないですけど、映像でそうやって眺めると、映像でね、今撮ってるだけでさ、こうやってずっとこう、今日雲の流れがないもんでね、味気ないんだけど、これ雲の流れがあるといいだよ、ものすごくすごい、ゆうゆうするじゃね、うん、立体的な雲が流れてる。この前はいつもね、なんか2種類あっただよな。イチローズモルト？2本ずつやってるじゃんね。だからイチローもやってるわけだ、今ね。いや、俺ね、あのね、なんだよ、GoTo なんとかの件が3月31日までじゃん。ああ、あれ結局延長はしない、延長するんだみたいだけどさ、はい、でもね、県にさ、3月31日まで印刷されてんだよね、あれ。ああ、知ってますね。そうなんで、ちょっと不安不安になっちゃうだよ。なんで不安になるもんで、ちょっととりあえず入れちゃおうかなと思ってさ。ああ、ありがとうございます。そうですね、あれもこれ年数で違うんでしょ。ああ、そうですね、年数と、あ、こちらが樽ですね。例えばあのワインダルを使っていたりですとか、あ、はい、シェリーとかバルディ、そうですね。これ入れてる、こちらは、うん、はい、イチローっていつも飲んでみたかったんだよね。あ、そうですね、あの、なかなか、あの、うん、結構変な名前だなと思ったけどさ、結構いいものらしいじゃない。そうです。もう味は本当に、味はね、これ秩父がないからでしょ。そうです、必ず言われるのが、あの、野球の関係するもんですよ。だから俺、あの、野球のパクったかなと思ってさ、多分なんとなくね、なんか怪しいやつだなと思ってたわけでも、お名前が、イチローさんなんですよ、まあ、だからイチローさんが多いんだよね、そもそも。いや、この前なんか言ったら山崎があるとかしたので、山崎なのか今頃あるのかなと思って、ね、ないでしょ。ないですね。多分でこれいいよ。これやっぱりな、おたくらあれだもんな、なんだかんだっつっても国鉄がやってるもんで、こういうお菓子は手に払えなくても入るだよな。一郎、一郎と書いてある。あ、こういう柄になってるだけだよな。そうです、そうです。うん、これがだからあれだろう、一番やつが大体8年ぐらいで、比較的年数は若いですね。年数若いんだよね、はい、そもそも最近年数言わなくなったじゃん、ウイスキー。言わないです、ね、あの、言うとね、ちょっと丸くなるんだよね、やっぱり。そもそも在庫がね。そうですね、やっぱ幼いですけど、まあ、それを聞いてしまうとちょっとふって構えてたんですけど、うん、言われない。もう俺ね、考えてたらさ、あの年数なんてさ、はい、実験室でできるんじゃない。あ、要は、はい、なんか超音波当てるとかさ、あ、要はそれでこうちょっとはなんか、ね、変えるというか、そうだと思うよ。だってそれをたまたまね、樽の中でやって自然にやってるっていうよりは、はい、そういう形でやった方がいいじゃない。だからこれからそういうの作ったらいいよね。作っていただいて。だってパティーサーフってあるじゃん。パティーサーフ、あの船で運んでくるやつって。あいつあれだな、あの船の中にあの瓶を置いとくと揺れるじゃない。揺れるとその要は長期熟成と同じ効果があるんじゃないかなということでしょ、あれ、パティーサーフって。何かしら便利な時代になってて、技術も発達してるんで、やっぱちょっとそれであれですね。技術がなかったんでそういう形でやってたしさ、はい、ね、あのそういう技術が高まってくれば、おのずとね、そうです、あのそやり方変えてきゃいいけど、そしたら例えば、ね、山崎とかも10年経
なかなかなくなってしまっているということも、いやだからね、そうやってやることも重要なんだけど、だからちょっとあのそれね、何社もそんなことできないけども、はい、うちの会社はね、そういう形で光線を当てることによって、はい、ってあたり、あの光合成する光が何が一番いいかって言ってね、光当ててやってんだよ、あれ。太陽光、自然光じゃなくて、もうそれハウスの中で、ハウスの中で温度とかずっと一定数で、まあ、温度とかなんとかそうなんだけど、光のね、周波数でもって反応するってやつを見つけたわけだよ。だから何色の光がいいかってことだけで、その光だけを当てるようにするわけよ。それで促成栽培やって、それも現実にやってるからね。ああ、でもなんか少しテレビとかで拝見したとかしますけど。そうだよ。あ、でもそれが別に決して悪い意味ではないですもんね。いや、だから求めるところはそういう形であるならば、そっち追求したっていいわけでね。それはもう僕はどんどんやってきゃいいと思うよ。だって生産効率上がるじゃん。この意識なんかもそれこそもう歴史が昔からあって、昔と同じような作り方をして今もしてるわけだ。こういう具合にやるのはそういう具合にやるってことでやっていいと思うんだけど、一方の別の方のアプローチがあってもいいじゃない、ね、少しその本来のモデル、少しビーズの間とか親しげの目だとかでご用意できたりとか、ね、するとまた何だってそうじゃんね。あのそういう形にしてあの品種改良してきたわけじゃんね、はい、病気に強いやつだとかさ、はい、最近はもう遺伝子交換みたいな形でやってるんだけど、だけど遺伝子交換出したってね、別に体に悪くなきゃいいわけじゃない。そうですね。だからそれが証明されないっていうだけのことでね、ないとかって言ってるんだけど、だけどそんなことだって今自然界でもってやってたやつずっと やり続けてきてるわけだからね、はい、それいいも悪いもなくね、僕は思うんだけど、そう割り切るべきだと思うよ。なんか別に悪い方ばっかり取ってしまったりとか、遺伝子とかも聞いちゃいますけど、全てが全て悪いわけでもないですね。いや、それいいに決まってるじゃない。だって突然変異で持ってあの待ってるわけじゃない。たまたま突然変異でできたやつがね、どうなのかってことになったらそれ分からないじゃん。自然に発生したものだってダメなものもあるし、いいものもあるよ、ね、そうで、いいものがダメになって悪いものだけがはびこってる世界もあるわけじゃない、はい、これ人間社会もそうだけどそれは間違いない。悪いやつだけ残ってるじゃない、あのよく国の統治者って大体割れつばっかりじゃん。ねえ、いね、だからそういう形で選別されていくと悪いやつだけがリーダーになる。で、真面目にそう誠実にやってるやつはリーダーになれないで。だからそういう世の中になっちゃったね。うまいですね。すごい納得して。いや、だってそうじゃん。現実にそうなってるじゃない。本当にね、真面目にやってたら偉くなれないっていうことなのかね。だからリーダーは悪いやつがなるわけですよ。平気で嘘ついてるじゃん。分かんないから何やってもいいって言うんですよ。それがまたお上手なんでしょうね、逃げ方というか。いや、だからそういうのも一面あると思うんだけど、だけどやっぱり王道はね、やっぱり嘘をつかないで正直にやってる人がというのが、それね、要するにそういう教育されてきたわけじゃん。正直者はね、必ず成功する。見てる人は見てる。見てる人は見てるぞって。だ、見てる人が 見てるっていうのは重要だと思うよ。いや、それを僕それを普段やらないで領収書だけでやってるったらそれは見られないけど、毎日コツコツずっとそういうことやってればいつか本当に見られる。だけどそれはね、あの日本人は無宗教なんだけど、それを宗教に求めてるわけですよ。神が見てるから真面目にやりなさい。だけど日本人、神なんかいないじゃない。日本人って矢をよろずの神だもんでさ、もうどっち向いても神ばっかりだもんで、だからあの神を選択してさ、都合のように使ってるわけよ。今回この神がいいなとかさ、すごいよ。キリストも言ったり仏教も言ったりしますから。日本人はそういう時は柔軟なんだけどね。でもちょっとね、富に最近やっぱり情報公開されてきたせいなのか、はい、平気で嘘をつく人が出てきたね。あ、基本的には分かんなきゃいいってことだよね。昔だったらね、自分の息子が悪さしたら普通はさ、政権吹っ飛んだよね。今は別人格だ、バカじゃねえかって。その人格誰が育てたんだって、おめえじゃねえかっつって、それなんだ、俺が育てた覚えがないっつって、いやお前の後ろ姿見てりゃ分かるだろって平気で嘘つくじゃん。今の某首相ですね。
防止をというか、まあ、まあでも自民党が強いよな、あの人がやったって別に支持率落ちないでしょ。僕はあのやはりその自民党以外が、いやあのね、結局ね、議員になろうというやつらのやっぱりね、性格がみんな悪いんだよ。だから誰がやっても悪いってことなんでしょう、おそらく。で、まれにね、真面目な人もいるよ、はい、ただそういう方はいや、だから議員にならないと思う、そういう人は。あ、本当に優秀な人は議員にならないと思う。だって人に頭されるの普通嫌じゃん、はい、意味なくそれでね、小池さんみたく一度ついちゃった嘘を今更さ、はい、普通の話は二番もんでさ、もう嘘をそのままやってきて、どんだけ人としても無理だと思っても嘘だと言ってない。あんなものは卒業してないよ。だってあの、ね、嘘をついててもさ、嘘をついてばっかりするとね、本人もその気になっちゃうで。あ、でもそのうちいつか受け止めじゃないですけど、嘘にまみれて結局それに飲み込まれちゃいますよね。いや、もうみんな嘘を容認しちゃってるじゃない、社会が。はい、あれだ、嘘何にもやってないじゃない気合と根性みたいなこと言ってさ、それも横文字使って言ってるもんね。チョコレートとかいらない、大丈夫ですか、夏だけで。ああ、なんか、うん、面白い、小さいチョコレートあります、ね、そう、つけてくれんだったらつけてこういう側に貸し切りのバーで飲むってのはいいな事実上の貸し切りででも、何途中から来てしまったんですよ。最初は結構3組分のディアンスだった。あのね、あのウェイティングの人が一人で、うん、うん、だいたいここのパーって大体ウェイティングでしょ。そうですね、だからもう、ね、僕みたいなもんだよ。だって俺10年前からさ、あのだいたい、うん、こう来ててさ、はい、こんな時間に来てるの俺ぐらいしかやんありがとうで、来てるおじさんがいてたりとかしな、うち来てこうやってやってたけどさ、同じ時間にだけどあの人もう亡くなったらしいん、小闇に夜になる。いいでしょう、この本当にね、山とかの若干のこの薄い影が残ってるのが好きです。であの山の稜線が見えなくなってくると、逆にあの窓の明かりがさ、はい、出てくるじゃないですか。あ、はい、これに切り替わるわけだよね、その移り変わりです。移り変わりだね、いいね、この時間帯だから、このコバルトアワーを味わうためにここに来るんだよなだから冬場はね、来てもね、ダメなんだよな。そうですね、だから今回はさね、17時半からやってくるようになったもんでさ、はい、整理するわけよ。でも、もしあの例えば、それこそ今営業時間を短く営業しているので、あのバーの方も少し前倒しでオープン早くしてるんですけど、まあ、普段もし時間が持ってたら、レストランやってる時は来ていいって5時半に、あなたは、はい、うん、ぜひぜひ来ていただければね。あのカクテルなんとかつって忙しい人はさ、はい、おたぐらいあれだけど、こうやってボトル飲む分でついてたらさ、はい、ほっとけばいいだもんねなんで多分来ていいって、あなたは来ていいって言われただよあの6時半からやる時もね、5時半から、はい、はい、皆さんこういう静かにこうしっかりしっそりと来られたい方で、なんとか少し早めに来られたりとかもします。僕はだから あんまり人とワイワイ飲むの好きじゃないんだよね。あ、もう自分のペースでこう自分のペースで自分の感じで飲むのが好き。うん、自宅でも飲むけどね、やっぱり、まあ、自宅で飲んでもなんか味気ないね。やっぱりこういう私であの景色見ながらさ、のんびりと飲むのがいいね。自宅に飲むと飲むことだけになっちゃうもんでね。早くなって早くなるというね、やっぱりお酒を飲むと空間を楽しみながら、空間ですね、こういう空間がいいんだよな。なので会食なんてのはさ、みんなでワイワイやるからいいんであって、ねえ、一人で静かにつってアクリル板の間で食べるなんてのは味気ないよね。アクリル板考えたのは意外と早かったね。そうですね、あれ誰が考えたんだろう。あれちょっとああいうのってあれだよね、それなりにこれがいいとなると業界にすぐ引き渡ったよね。そうなりましたね。
なんでアクリルの板作った会社なんてボロ儲けじゃない？本当ですね。結構本当にホテルでもそのなかなか数がたくさんあるわけじゃなくて、本当に今あるのが最大なので、本当に非常に大切に取り扱ってるんですけど、だからあもう定価どころかプレミアム付きで売れるもんね。そんな今まで在庫はけないようなやつがさ、一気にさ、それこそあれを切ってさ、アクリル板一生懸命ロゴ見に切ってあ、僕ね、ハマースなんでそんなに来ないんだよ。だったら、だから本当にね、3ヶ月に1遍ぐらいですね、ボトルあることを確認に来るんだよだらだら長いだけだな、もう本当にそうだな、10年以上だもんな。じゃあ、列車というか、うん、なんかちょっとね、こっちでね、用事があるときに来るだよ。あ、それと、まあ、今度は GoTo の券を使っちゃうのかなと思ってさ、いや、俺ね、3月31日って書いてあるとね、違うよって言われてもさ、基本的に人を信用しない人だもんで、書いてあることが正しいっていう人だもんでさ、とりあえずこれはもう、一旦きれいにしちゃおうと思ってね。それもはっきり、なんかちゃんと聞いたわけじゃないですよ、延長するっていうのを購入する。いや、あのね、国のやることってさ、当てになんないんだよ。気まぐれだもん、あいつら。それこそ、そのじゃあ伸びましたって言ってる間で、またもしかしたらちょっと早まりましたってなる可能性だと、ないですからね。あの人たちはね、なんちゅうの、発信者側だもんで、発信する側だけがあれで、受信者がどうであるかなんて考えてない。相手がどう思うか全く考えてない。で、自分たちは正しいんだって思ってるわけです。そうですね、最初の頃だいぶそういう感じが見えてる。本当にね、ものすごいダメな人たちだね。党税と言われてるさ、憲法改正65年できない党だよ。55年体制ってさ、はい、憲法改正ってのは党税に従うじゃん、はい、党の目標に、はい、未だにできてないんだよいや、だから俺はどっちかちょっとさ、あの憲法改正反対なんだけど、反対なんだけど、だけどさ、ね、65年前に作った当時がもう古いと思うよ。そうですね。だって憲法改正、要するに平和憲法やめろってあるんでしょ。要するに。だけど平和憲法どころかお前、今回のコロナっての戦争みたいなもんじゃん。イスラエルにやられてるじゃない。イスラエルもうワクチン打っちゃってるよ。あ、そうなんです。だから日本がすごい、まあ、遅れてるよね、慎重になりすぎてる。慎重っていうか、だけど非常事態じゃない、非常事態宣言やっといてさ、はい、それで肝心なところはあれだろ、国会休んじゃったでしょ。開かなかったじゃん。あんなもの国会やってりゃさ、あの野党がさ、お前ワクチンどうするだって言うじゃない。言わないもんでのんびりしててさ、今になったわっててさ。でだけどね、日本の場合はね、早くやらなきゃいけない理由があったんですよ。オリンピックやりたかったでしょ。オリンピックやりたかったんだったらさっさとそれやっとかなきゃ。一郎さんください。一郎さんでいいですか、うん、はい、ストレートで、うん、あのショットで、うん、オリンピックやりたいんだったらやりたいで、やりたいだけのことを行動しなきゃ。まあ、気合と根性でやりたいやりたいって言ったらダメだよ。根性だけでは伝えたい。ちゃんとお前ワクチンも早くやらなきゃ。少なくともホスト国がワクチンやっといてさ、迎え入れるぐらいしとかなきゃダメだよ。でもまだあれはやるかやらないかは決まってないよ。いや、決まるも決まらないよ。もうやるつもりでいるだよ。あ、ただ海外の言葉を呼ばないっていうのは。いや、だからあれだよ、おそらくこれ、あの、あれだよ、政権側は何考えてるかっつったらさ、はい、あれだよ、あの、今回やりゃさ、はい、金のラッシュだよ。そうですね。だって他の国来ないんだもん。日本が金、どんどん取っちゃうよ。で、そのうちあれじゃない、人数足らんもんで、あれだよ、来ない国の分は日本人で補強するっつってやったらさ、いや、それやると思うよ。だって辞退した国があったら繰り上げ当選じゃない。そしたら本来だったら日本で出れないやつがさ、ね、すごいよ。日本金ラッシュだよ。いや、本当にそういうのを期待して、あの
楽しみにしてたんですけど、ね、それでね、金ラッシュになって、ね、日本人単純だもんでさ、はい、喜ぶだよ実力じゃないんだよ来ないやつらがいるもんで勝っただけのことでさそれであれだよ、あの選挙に突入だよ、もう金を取ったっつってもうお祭り騒ぎで、それでそれやったのは俺らの党だっつってさ、香りも楽しみいただけたら大きいですね。そうこれはえ、これがあれじゃんね、あのシングルっていうか ショットのやつで、はい、これはなこれはさっきのやつだけど、ね、炭酸やったじゃんね、炭酸をチェイサーにしたよね、炭酸をチェイサーにしたらこれ持つ、はい、ああそうですね、あの こちらのグラスでよろしかったですか、いやいや、なんか意味があるのかなと思って、ああちょっとあの、まあ、やはりそういう日の時に香りもお楽しみいただけるようにということで、これはだからどういう意味合い、香りは関係ないですね、ちょっとショットグラスってショットですね、うん、金いっぱい取ると思うよ、金銀銅って取るよ、だって他の国来ないだすごいあの歴史的な、歴史的ですよ、もうだからこのあのあれだよ、だから日本は最高の金でね、アメリカなんてのはさ、はい、結構さあのコロナにかかってる選手いるじゃない、 あんだけかかってるんだから、はい、選手だってかかってるよ、そうするとね、本来だったら活躍の人がさ、コロナで、ね、病気になってこれへんの、ね、陸上なんかっつったらさ、アフリカの国なんてのはさ、来れないよね、そうすると日本があれだよ、とにかくあのいや、とにかく取っちゃうよ、全部すごいよ、で金50個なんて取っちゃってさ、それでそのままあれだよ、あの俺あのあの解散総選挙でさ、で自民党のやつらがさ、もう俺らはこんだけ頑張ったからってさ、やるで、もう外国人に来させないっつって、応援に来ちゃいかんだもんだね、そうですね、だってよく言ってたじゃん、オリンピックの時、あの応援の力が私たちを金にしてくれましたね、はい、逆に考えたら外国人はお前応援の力ないだもん、金にならないじゃん、ましてあのアウェーじゃないですけど、ホームチームはすごいよ、でホームチーム全員お前日本でお前人数減らしたってさ、ね、ホームでやり応援も日本人入れるでしょ、そらく券売っちゃったもんで、ちょっと間引きして入れるだよ、あそうです、ね、だけど全部日本の、それでオリンピックやない、唯一日本人の予算もあるとしたら、その日本人もちろん日本人も応援しますけど、こうなんか日本人的にはこう相手国というか対戦相手も結構応援したりする、それ応援するよ日本人ってそういうことやるじゃん、やりますよ、お前選挙の時やってみなよ、お前相手の陣営 の車が来たら、お前何々さん頑張ってくださいって、心に思ってない、心にも全く逆のこと考えてとか応援するじゃない、顔だけ何々候補頑張ってくださいって、同じようなことが起こるね、やってることがもうなんちゅうの、分かりやすい物多さだね、OECD でさ、はい、ワクチンやったのは日本だけだったみたいだよ、ああそうなんですか、うん、先進国として やってない、バーのコートホテルのバーの違いはそこだね、やっぱりここはもうバカ正直だよね、言わなければ分かんないこともやっぱりしっかりと報告して、いや分かんなきゃ何やってもいいってのはこれ自民党政治だけだよお前ここ現場はのってやっちゃいかんだよ、現場それ分かったら大変だよ、でもそうなってしまったら終わりかなと、終わりだと思うよ、あのそれ一つ出たらもう終わりだよね、だってあれじゃない、今回 の LINE だってそうじゃない、あそうです、ね、LINE ってなんであれが出たと思う、あれはさ、はい、あのヤフーとがあの要するに一緒になったじゃない、はいはい、だもんで要するにね、あの一緒になるときには相手側のあのをチェックするわけ、はい、これはあの M&A のときは何でもそうで、相手をチェックするのがあの双方をチェックするんだよ、そうするとちょっとこれはおかしいぞと、俺たちのやってるのはちょっと違うぞと、これあれじゃないか、中国にやらせてるじゃないか、で中国のところはあれだよ、国家がさ命令したらさ全部出さないかんってルールじゃない、でそう法律が変わったんだよ中国ね、
だけど自分たちはやってたわけよ、あのヤフーはあの中国の方にやってるやつはそうやって情報を取られるってことは分かったんだ、はい、多分自分たちは修正したわけよ。だけどあの LINE のやつはやってなかったわけだよそれで。ね、あの急に調べてね、であの合併っていうか、まあ、一緒にやるようになったんだけど、その時にはもう分かってたんだよね。で分かってたけども、なぜそれをね表に出したかっていうと、まあ、はっきり言ってね、内部抗争だよ。合併するとね、必ずね相手が調べるだよ、問題点をで指摘するだよ、はい、で自分たちが優位に立つってことをやるわけ。ああなるほど、これから一緒になるわけだけど、やっぱ双方直接にしましょうよって、まあ、起用としてでもないですけど、立ち場優位に優位に立ちたいというのはまあ腹にあると思うんだけど、まあそうやってお互いチェックし合うことは重要じゃない、はい、だって自分たちの常識が正しいと思ってたのは実は違ったってこともあるわけだね。で今回はそうだったよね、中国がそういう形で法律変えてさ、国家権力によって情報開示できるってことになったということで、でヤフーの方はおそらくあのその内部かあの管理を変えたわけよ。だけどあのまあ LINE の方はそれをちょっと見逃してたよね。それでああいう形になってね、でいいんだよ、あの株価はどんどん下がったけどね、あの Z ホールディングっていうんだよね、あれを合併したのね。Z ホールディング変わったってね、あの不動株ってほとんどないんだよ。だから市場じゃ下がっててもさ、そんなもの自分たちの持ってる持ち分は変わんないわけだもんさ。で逆に安くなればあの買い増しできちゃうかもしれないもんね、まあ、いずれまた絶対上がっていきますからね、このいや間違いなく上がる、はい、これ一過性ですよ。だけどね、その程度のミスを上げてたらね、いろんな会社あるよ。むしろね、あのヤフーとか Z ホールディングの方が精神的な会社だからね、菅さんの息子ってのはごまかしをうまく進めるための副要因だったんでしょ、飲ませて。実はこう問題あるんですけど、まあここのところはなんとかしてくださいよって、分かった分かった、じゃあ見ないようにしていてやるか、そういうことやってるんだよ。あんなもの分かるに決まってるじゃない、だってあの株主の構成なんて一気に分かるじゃない。ヤフーはちゃんとしてるよ。でね、ヤフーってだけどあのなんていうの、今影響力あるもんでね、はい、ヤフーに逆らうって大変だよ。ヤフーニュースのあれだよ、あの編集権ってすごいよ。ヤフーの影響大きいよ。だってあの大手新聞社も大きいよ。影響力だってあそこにあれだよ、何行かの文字をどう言えるかだけでさ、はい、運命変わっちゃうもん。テレビ局はね、下手なこと言うと怒られるんでできないけど、ヤフーの場合は別に関係ないもんね。だからヤフーを怒らせたら大変だよ、僕の政権だって。できれば絶対。なんでヤフーも、ね、そこら辺気を使って公平さを保ってるんだよ。13文字か10何文字の中にあるじゃんね、あれ1行がそうじゃんね。ああ、はい、でそこにだいたい一気に分かるような形にするんだけど、はい、で悪意持ってあの字の並び方やれば大変なことになるもんね。ヤフーの影響力があると思わない？だってヤフーニュースで順位とかってあるじゃない、はい、あれ影響力あるじゃん、はい、なんかそれこそ検索エンジンからすぐヤフーそうですよ、ヤフーで、ね、だって今あれじゃない、あの街中出てるやつをチェックするのヤフーのあれ、ね、子会社使ってるじゃん。ああそうですね、データは今あれだ、ヤフーを怒らせたら大変だよ。だけどやっぱりね、コンプライアンスがしっかりしてるもんで、無茶したことはやらないっていう前提だからやってるわけ。だからたまたま今回合併したあの LINE のことをああいう側に叩いてるんだけど、あれ本気で叩いたら大変だったんちゃうね。ワクチンの接種だってなんだってヤフーの力かけ変えなかったらできないもんね、 LINE 使わなかったら、うん、治療なんて、だからここへ来なきゃ飲むことなかったよなって。なかなか入荷が来ないものなので。治療はもう。うん。
なると思うよ、この今度の コロナで、いろいろだって事務所出てくんなっつってるじゃん。そうですね。だって今まで事務所って何やるかっつったら、みんなとだべってさ、で仕事だったら飲み行ってさ、それが楽しくてきて、だから半分ね、あの労働は過酷かもしれないんだけどさ、はい、そういう楽しみがあるんで、過酷な労働に耐えられたかもしれないよ。当然ぐらいこのストレスの吐き口じゃないですけど、 あったわけですよね。そういう一緒に会話することとか、うん、飲みに食べるとか、それがだけどそれだけでやってるやつもいるじゃん、ね、会話する楽しみだけでも、はいはい、うん、要するにそういう要因って会社結構いるだよ。要するに宴会要因って言っちゃなんだけどさ、場を和ませるだけの役目を担う人がいるわけだな。はい、分かる。私そういう人ですね。でも本当にそういう人必要なんですよね、やっぱり。いや、必要だって今までそう思ってたんだよ、はい、だけどよく考えたらそれ必要でいいんじゃねえか分かっただよ。よく考えたらこいつに言っても全く影響ないなって分かったじゃない。いやいや、いやだからあなたみたいにそのバーテンやってる人はやっぱりね、こうやることによる。だけどやっぱりカクテルなんて噛んであげたのがうまいやつがあるかもしれない。いや、むしろそちらの方がさ、味のレベルはいいんだけど、そういう、そこだけじゃない、うん、絵になる、いや全部あのね、全部含めていいとするわけだよね。これで社会働き方っていうのがまた今考えられてると思うよ。あの今までいかに無駄なことやってたかってことですよ。会社の方で報告したりとか、こうね、時間かけて。だってね、あのハンコをなくすやつだけど大きいよ。あ、そうですね。あれね、管理職ってやつはさ、ハンコを握ってるもんでさ、俺はハンコ押さないなんてえばってるわけよ。お前えばってたって内容関係ないんじゃないのっていう。だからそういう世界になっちゃうで。要は。そういうね、自分の権威を示すためだけにね、ハンコを使ってたやつがいるわけだよ。俺は判を押さないぞとかさ、俺はね、俺はね、本当は嫌だもんで逆さに判を押したとかさ、斜めに押したとかなんとか。そうだ、昔言ってたよ、本当にそういうやつって。あとで誘惑するために。だから、なんちゅうの、判断なんか何もしてないわけよ。自分の力をもう見せしめた。そう、だってそのために我慢してた。何十年我慢して偉くなってさ、んで何のことはない、もう時代の遅れって絶対役に立たないんだけど、まあそのポジションでもってなんとかね保ってるわけよ。だけどお前のポジション何が意味あるのって言ったら何にもないじゃない。露呈しちゃったところよ。ではっきり言われてじゃない、もう7割会社来るなんて。なので今回あれだと思うよ、よく考えたら年寄りいらねえなっていうことで会社としてくると思うよ。使い物なんだよじゃん。でもその方たちがやってきた流れがやっぱそういう若い世代に引き継がれてるわけなんで、いや それはね、そこを引き継いでしまうと、うん、それはね、一つの言い方としてはそういうのがあるんだけど、ね、だけど全く無駄なことやってたんだよ。ああ。それが、それは今となってはちょっと違うかなっていうやり方もあったりするわけですね。変えていかれてしまったらもうやっぱ昔のやり方とか昔の考えっていうのが徐々に、だから本当に能力を生かしきってないよね。能力っていうよりはまあなんていうのかな、もう型にはまった人間が最終的にはその上に行くもんだから。だって昔ってさ、日本の三菱銀行ってさ、あれだよ、世界ナンバーワンの株価だったんじゃないの確か。でなんでそれを維持できたかっていうと、融資する時の人間関係か何かでね、やっぱりあの人の親戚だ、この人の関係だ、なんとかってコネだけで融資してたんだよ。でコネが通用したんだよね。コネクションがあるということは力だったんだよ。ところが今あるでしょ、今っていうのガーファなんてやつはさ、それ関係ないじゃん、実績主義だからさ。そういうね、だから昔はね、そういう人間関係とかコネってのでもって成り立ったわけだね。俺あいつ知ってるぞ、こいつ知ってるぞって知ってるだけなんだけど、実は知ってたってこいつ嫌いだってやつもいるわけだから、知ってってだけでなんとなく信用するわけよね。だから閉鎖的な社会だったんだよね。だからね、グローバル化しちゃうと日本弱いんだよ。もう狭い世界の中でやっていく限り、そうそうそう、考えた世界の中でね、
仲間内の世界だけで成立してたわけ。仲間内の中の正しさ、正しい。そして蓋を開けて世界を見てみたら、ちょっと違う。もう全然違う。だってそうじゃない、官僚だってお前。あの、ま、あのね、嘘ついてたって仲間内じゃ嘘、よく嘘ついてることはお前は立派だって評価されるわけ。だけど一般社会じゃ嘘ついたら嘘つきなんだよね、多分。だから一発があると言いますか。そう。だから嘘ついても守ってくれるっていうものがあるもんで嘘つくんだけど、だけどそれいつまでも守れない要素になるの。だって嘘ついたら民間企業できないよ。こいつ嘘つくやつだってことになったらさ、はい、商売できないじゃない。嘘つきやすと商売する？彼が一人だけだったとしても信用問題になっちゃいますよね。まあそれもあるけどね。でも嘘つくやつと交渉できないじゃん。あ、はい、そもそもそれそうです。それ嘘じゃないの？ね、この間言ったのと違うけど、そう、嘘つくやつと交渉できないじゃない。まともな交渉できないじゃない。だからそういう世の中になっちゃったよな。僕はもうあれだもん、あの前期高齢者だもんで。もうでも自分に今インタビューとか。あ、仕事やってますよ。あ、うん、だから全然忙しくない、うん、仕事来たら動くだけ。仕事来たら動くだよ。ただ今高齢者だもんでそんなに忙しくないだよね。あ、うん、世の中がこう、コロナの影響はありますか？コロナの影響そうだと思う、うん、やっぱり今、なんていうの、僕らの業界は動きにくいんだよ。だってそもそも私なんてずっとあれだもんな、もう10年前から リモートワークだもんね。うん、iPad 一つ持って仕事してたもん。そうですね、先ほども、うん、だいたいこれであの話ついちゃうんで、メールしたりするといろいろやればね。だから今始まったことじゃないんで、私の昔からリモートワーク、リモートワークっていうのはノマドワーカーいつでもどこでも仕事してる。だって電話で長々さ、あれだこれだって言ったってさ、で後々聞いてみるとこいつ何言ってんだってことあるじゃない。だからね、要するにメールで送って箇条書きで 1,2,3,4 ってこうやっときゃもう、あ、こういうことだなってわかるじゃない。だってね、あのいろいろあの会話しててもさ、要点なんていくつもないんだよ。言いたいことは1つか2つなんだよ。だったらね、文字で書いたもの楽じゃない。ブツ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 言うよりはさ、もう行間を感じろだってバカ言ってんじゃないよ。だってそうだよ、だいたい30分交渉したってさ、ポイントって1つか2つだよ。この点とこの点だけっていうことあるだけ。